本以外でやらん人結構いるやん。当てはまる？当てはまります。英語の中でもさ、よく言われるのは共通項をやっぱ話せるようにしたりとか、うん、あとは自分の国のことを話せるようにしておくっていうのが俺結構大事かなと思って、うん、エッセイもう死ぬほど見てきてるの。もう抜群に日本人の子はエッセイが下手くそ。留学兄さん K です。前回に引き続き元気生の方を招いてまた別のトピックを話したいと思います。今回はですね、来たからこそ思う留学前に、あ、これしておけばよかったなってことをぜひ聞いていきたいなと思います。したらどうすか。それこそ右3人は3ヶ月4ヶ月ぐらいなんで結構来てほやほやの感想あると思うし、来期は1年ぐらいいるんでまたちょっと感じ方も違うかなと思うんですけど、どうすか、まず来期から。もちろん英語っすね。英語はやってもやっても足りないと思ってて、うん、やり方も多分あると思ってて、自分でやるっていうよりは僕がやってたのは教会の英会話レッスンに行くっていうのとオンライン英会話、この2つで結構スピーキングの練習をしてて。オンライン英会話っていうのはなんかお金払ってやってたの？そうですね、月に多分6000円ぐらい払って毎日やるみたいな。だいぶ助かったの？めちゃめちゃ助かったです。あ、そうなんや。これめちゃめちゃおすすめです。多分日本人ってリーディングとリスニングはめちゃめちゃできるけど、うん、スピーキング話すことができない人が多いと思うから、そこはオンライン英会話でできるかな。なんかたまにさ、もう留学行くんでっつって日本にいる間やらん人結構いるやん。当てはまる？当てはまります。後悔してるわけじゃないかもしれないけど、まあやっとけばよかったなってやっぱ思わない、うん、思います。もっとコミュニケーション取れたのになっていうのがいっぱいあります。僕は逆に高校にいるネイティブの英語の先生っているんですか、その人と去年の10月ぐらいからもうずっとワンツーマンで話してもらってて、それがもうすごい助けになって、こっちでいっぱい友達作れるのかなと思って、それやっててよかったなっていうふうに思います、ね。英語を話す機会なんてもう探せばもういくらでもあると思うんで、それを探すかどうかで結構留学の将来がかかってくるかなって、まあ個人的には思います。総じてだから留学行ってからでいいやって思うなと、いくらでもやってこいと。だから伸びるって思うな。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングって4技能あるじゃん。日本だったらどれを重点的にやった方がいい？スピーキング別にこっち来てもできるんじゃないと思っちゃうんだけど、でもやっぱ慣れてるっていうのはでかいんじゃない？でかい。他どう？この4技能の中でこれ本当もうちょっとやっていけばよかったなとか。リスニングはもういっちゃん初めたてアメリカ来てすぐの頃、ほんまにえなんて言ってんの早すぎるって思ってたんですよ。実際僕は日本にいる時別に洋画も別に好きじゃなかったし、洋画もそんな期間かだからもう英語と触れ合う機会があんましなかった。やから最初ほんまに何言ってんのって思ったんですけど、やっぱし喋っていくうちにすっごい耳が慣れていくから、そこはやっぱし英語に慣れるっていう意味で洋画も洋楽もそうです。そういう英語に触れといた方がいいなと思います。しかも洋画と洋楽見せたらその話もできる。そう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 、カルチャーも知っとくぞ。そうっすね、ラップ聞いた方がいいっす。ラップは本当に大事。ラップめちゃめちゃラップの話出てくる。なんかそれ自分の友達の周りだけじゃない？大丈夫。これエミネムって言われますよ。なんだか分かんないけど言われてエミネム言われてる。まあでも共通点で話せるトピックをちゃんと知っておくってことね。他にはしておいた方が良かったこと。日本の調味料は個人的にもっと持ってくるべきなんで。細かいつも料理しない人もこっち来るとしたくなるんですよ。もう美味しくなくて料理の練習した方がいいんじゃない？した方がいい、した方がいい、完璧にそう思う。僕の友達もあのご飯全く炊けない人とかもいたんで、だからもうそういう最低限のことは絶対にしといた方がいいなと思うんです。お母さんおばあちゃんに習ってください。お母さん喜ぶだろうね。そうするとやっぱ日本のものが作りたくなるってなると、やっぱり日本の調味料は少し持ってきた方がいい。まあね、醤油はいいです。醤油はやってるもんね。キッコーマンがあるからね。そうそう、キッコーマンがいるんで。調味料って何？だしっす。だし、だし、本だし、本だし、本だし、あとコンソメも、コンソメね、コンソメね。塩コショウもちょっと違うって、粒が大きく感じ。確かに確かに。塩コショウもありかな。まあありやな。味塩、俺も持ってきた。そう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 。他は？英語の中でもさ、よく言われるのは共通項をやっぱ話せるようにしたりとか、あとは自分の国のことを話せるようにしておくっていうのは俺結構大事かなと思って。いや、聞かれるやんアニメの話とか。何のアニメがよく聞かれるの？進撃の巨人、ナルト、ナルト、鬼滅の刃、鬼滅ね、ドラゴンボール。で割と。デスノートとか、あ、デスノートめっちゃ、デスノートがめちゃめちゃある。うん、いや俺はここ見てなかったなってちょっと後悔します。ここは押さえてこいと、読んでこいと。そう、負けたやつはね、全部読んで、全部読んで。他にはしておいた方が良かったこと、ね、K さんがさっき言ってたのを繰り返すと、日本のことを英語でちゃんと言えるようにするっていう、特に自分の都道府県とか。あ、大丈夫。僕やったら鹿児島出身なんで、桜島が有名でほとんど毎日噴火するよとか言ったらすごい驚いてくれるし、都道府県ごとのこと言えたらいいんじゃない？最初自己紹介でも定型文になるよな。そうっすね、うん、I'm from Japan って言ったら Oh cool, which part? って言われて、 I'm from Kyoto って言って、実は京都あんま知らんのよアメリカ人。あ、そうなんだ。京都より大阪の方が知ってるのよ。だから京都って言ったらふんみたいな顔されるから It's right next to Osaka って言ったら Oh Osaka, I've been there みたいな。これ定型文。俺福島県民はもう頑張ってください。
何でもいいけど定型文分かりやすいものを作っておく。そうですね、うん、もう大事がめちゃめちゃ雪降るよとか、ここと気温が似てて結構住みやすいけどやっぱここだけ乾燥してるよねみたいな。そこの定型文が増えれば増えるほど、うん、やっぱ話せるボキャブラリーとかこう形が増えてくるから。あと日本のことを知るってだけじゃなくてしっかりアメリカのことも知っておく、うん、政治の話とか知ってたらアメリカ人政治好きよな。政治の話盛り上がるタイプですね。今本当大統領選挙が好きやから、ね、この話とか言ったら盛り上がる。まだまだでしょう政治知ってます。これもねあの基礎知識なんで皆さんに言ってきますけど、アメリカには2つの政党があるんですよ。共和党、民主党。ちなみにトランプはどっちですか？共和党です。共和党です。バイデンちょっと最近退いたけど民主党ですね。っていう基礎的な、なんか YouTube でもググってみてください。アメリカ政治、うん、それ多分出てくるから。それで知った上でいくと時事ネタとかも嬉しいじゃん。あっちもさアメリカ人が来てさ今の岸田総理はダメだねって言ったらさ面白いでしょ。今逆の立場にしたらスッと来て、うん、帰ったら勉強しますね。他ではそういった歴史とかもじゃないですか。アメリカの歴史、第二次世界大戦の時とか、ヒトラーの話とかもよくするし、真珠湾攻撃の話とか、なんで面白いですね。他は僕が一つ言うとしたら、もっとね自分が何が好きかとか自己分析をもっとした方がいいです、うん、でそのためにあ留学生さんとかありますよねあなるほど本当に俺思ってるから、ね、本当そうちょっと強く言ったけど、もっとねめちゃめちゃいつも思うんだけど、高校生の子もそうだし大学生になってからもそうなんだけど、エッセイをもう死ぬほど見てきてんの。もう抜群に日本人の子はエッセイが下手くそ、びっくりするぐらい下手。なんでかって言ってやってきてないから。言語の問題じゃないの、英語だからできないじゃないんだよね。じゃあ日本語で書いてって言っても書けないの。それはそもそも自分の人生をちゃんと考えたことがない人が多い。過去変えられないんでしょうがないんですけど、もちろんしてた方がユニークなことしてた方がいいに決まってるんですよ。その時のねベストを書いたらいいと思いますけど、例えば高校の時に自分で何が好きなんだろうって時に、逆にあれ何も持ってないと思ったら高校の時になんかやるじゃん、アクション変わるじゃん。でもそれをやらない限り変わんないじゃん。これはなんか僕が熱を入れて言いたいことで、それを留学したってやってますよっていうところですね。なので僕はそれをぜひ留学来る前から、僕はみんなに言ったら生まれた瞬間からやってくださいって言ってるんですけど、それぐらい大事だと思ってるんで。他ありますか？本当に高校生とかだったら例えばボランティアの活動とか、うん、そういうのやったら BYU プロボにトランスファーする時とかそういう話も出せるし、うん、経験もボランティアだけじゃなくても何でもいいよ、バイトでも何でも、うん、確かに。僕は順序的にやってほしいのは自己分析をした上で、その自己分析で、あこれやりたいかもっていうところに沿ってボランティアやってほしいんですよ。やらないよりマシですよ。何も考えずに何もしないよりはやった方がいいんですけど、受かるためにボランティア活動するっていうのは僕違うと思ってるんですよ。入るためにボランティア活動するっていうのはボランティアの精神からしてちょっと失礼じゃん、下心丸見えじゃん。というよりは僕はこんなのが好きでとか、僕はこういうのにパッションを持ってて、それを追求するためにたまたま所属したのがここですとかっていうのが筋として一番合ってると思うんだけど、だから自己分析してくださいと。まずそこっすね。そこなんですよ。でももちろん何か行動した上でこれ面白いかもってパッションが芽生えるパターンもたくさんあるんで、何かしら行動していくっていうのは必須だと思いますけど、こっち来てさ、それこそ部活動しかほとんど日本人にはしてこないわけじゃん。もうちょっとこんなことしておけばよかったって思うタイミングとかあるの？来期だったら最近冤罪のエッセイ書いたでしょ。冤罪はまだ1個しか書かないからそんなに大きなあのストーリー書かなくてもいいかもしれないけど、 BY プロボのエッセイとか見たことあるでしょ。あれ8個ぐらいあるでしょ、うん、書けないですよね。書けないよね。そう思った時になんか部活しかしなかったら書くことなくない？ない。友達でなんかやってて羨ましいなと思うのは、カンボジアに行って先生の経験をしたとか、そういうの羨ましいなとか。なんでこれをお話したかっていうと、多分部活しながら英語の勉強しなくちゃいけないんでしょ、アニメとかちょっと知っとこうかぐらいになって、ちょっともったいないなと思ってて、もう少し変化をかけるとしたら、部活だけじゃダメなんだとか、ちょっと自分のコンフォートゾーンから出て、言ったように東南アジアにちょっと行って足を運んでみるとか、そこら違う人がいるわけですよ。だからその気づきが早い段階からできればできるほど、自己分析と一緒ですよ、またアクションが変わってくるんで。夏休みにもう部活死ぬほど入ってるんですの中で、3日でもいいからサボってごらんと。別に大丈夫、知らないから、ね、部活をないがしろにしようとか思わないよ。ただやっぱバランス取ってもいいんじゃないかなと思ったりするから、難しいですけどね、サボるから、うん、それもちょっと俺固定観念だと思うよ。気持ちわかるよ。俺もすごいゴリゴリでやってたから、監督にどうよとかみたいな話になると思うけど、監督なんかちっぽけなもんだから今思うと。俺今だったらもう顔面殴りたいと思ってるもんでもなんかそれぐらい価値観が違ったの。日本の高校にいた時は上下関係絶対服従で、どんだけ理不尽なこと言われてももう有無を言わずにこう従うみたいな。これもうクリエイティビティ潰してるから、なんでって思うの普通じゃん、人間として。なんでこれするんだろうみたいな。それを監督に言うと殴られるみたいな、意味わかんないじゃん。俺はこれを留学して気づけたの。その時まであろうことか俺監督にめっちゃ感謝してたからね、厳しくしてくれてありがとうって。
で留学行ったらアンバーあいつなんかただのオカルトやろじゃないかぐらいの感謝してるとこもあるよ、もちろん礼儀だったりとか、彼の思ってるやり方が全部が全部世界じゃないなとは思ったっていうのはやっぱり出てみて分かったことだから、僕が言いたいのは部活とかにすごく縛られすぎてませんかと、全然そういう違う世界を経験しに行って違う価値観を受け入れるのも全然ありだと思いますよっていうのが僕のメッセージです。じゃあはい、ということで、まあ、参考にしていただけたらなと思います。この動画が良かったって方はいいね、チャンネル登録、通知ボタンですね、よろしくお願いします。あと概要欄に SNS 待ってますのでよかったらフォローしてください。じゃあ今回はこの辺でまたね、バイバーイ。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。 BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。